今日も9ですけど、うん、なんか滑らかですよね。そうですよね。本当にグリーンが綺麗です、うん、ここ。早くなったら本当にすごそうだなって感じはしますよね。うん、グリーンの傾斜も、うん、あ、もっとアンジュレーションが結構。確かに。そのなんだろう、すごく広く見えるけど狭いというか。あ、そうですよね。落とす場所があんまりないですね。うん、ないですね。うん、降りました。18番のグリーン脇にあるブースっていうか、はい、メンバーさんとかがいる建物って、はい、ステップではないんですよ。 ECC さんだけなんですよ。あんな立派なのが立ってるのは。あの雰囲気がすごく、なんか18番上がってきた時に、うん、ああいいなって思います。みんなが見てるんですか。そうです。当てに行ってますね。坂田塾がもう365日毎日行かない練習必須で、もう風の日以外はもう絶対来いっていう。風でもちょっと休みづらいですね。はい。でもあの最初入った時から、はい、プロゴルファーにするための塾だって聞いて入ったので、うんうんうん、私は絶対プロゴルファーになるって思って入って、うんうん、もう黙々と練習して、はい、その坂田塾の塾のおかげでっていう感じですかね、はい、結果出るんですね、厳しく。はい、なんか普通に土日とか選球打ちとか、うん、なんか選球ってどれぐらい時間かかります？朝から夕方夜ぐらいまではかかりますね。もう次の日には豆いっぱいできてるけど、でもなんか達成感はすごいありました。それってどんな球打ってても選球は一応 数えられる、はいはい。その間ちょっと微妙なボール打つとオラって言われるんです。オラって、いやもうその時はコーチはなんかいたりいなかったりなんで、うんうん、もう自分でもう、泣きそう。
まだ500球だよみたいになりそう。練習場にお弁当持ってって、で一日練習場にいたりしました。でもまあみんなずらーっと並んで打ってるってことですもんね。でもみんながみんなやるわけでもないけど、もうじゃあ1000球打つって自分で決めて、はい、決めて、すごい。そんな時から自分の行動を自分で決めるってなかなかできないですよ本当に。試合の時もこうダフったりするんですか？ダフったりたまにしますね。するんですか？でもあれほどの大ダフりはなかなかないです。はい、そうですよね。このホールはどんな感じ？はい、ここ正面にグリーン見えてるんですけど、あのグリーンはサブグリーンで、本グリーンはこの左に向いてる。今人が歩いててますもんね。そうです。でも結構飛ばさないと次ちょっと狙いにくいかもしれない。右目。楽しみですか？楽しみです。1年で一番楽しみな試合かもしれない。そうなんですね。地元なんで。そっかそっか。はい、やっぱり地元での試合はすごく楽しいです。なんかすごい雰囲気とかどんな感じなんですか？雰囲気とか、やっぱり知ってる方とかが多いので、頑張ってね頑張ってねって言われるので、それが嬉しいです。めっちゃいいですね。それは嬉しい。はい。わあ、惜しい。今日ずっと惜しいです。お先です。ナイスです。ありがとうございます。パーパットとボギーパットだし、結構気持ちがなんか違うんですけど。はい、さっきはロングパットとか、はい、バーディーパットとか、はい、なんかあんまり変わんないように打ってるように見えるんですけど、はい、どんな感じなんですか？バーディーパットもパーパットも、うん、どんなパットもいつも同じリズムで、はい、変わらないように打ってます。はい、距離とかも全然気にならない？そうですね、最近そんなに。ECC レディースゴルフトーナメント来場の見どころをちょっと紹介したいと思います。まずですね、チャリティーフォトっていうのがあります。朝受付で好きな選手と写真撮りたいと応募するとですね、ラウンド終了後にプロと一緒に写真を撮ることができるそうですので、皆さん応募してみてください。抽選です。次にですね、 ECC コーナーというのがございます。楽しいイベントや ECC 関連グッズの展示などを予定しています。次はですね、ご当地グルメフェアというものがあります。全国の美味しいものがですね、製造路しているそうなので、ぜひね、食べれるのかな、食べられると思うので、ぜひ食べてみてください。あとですね、
ギャラリー抽選会っていうのがありまして、豪華な商品が毎日当たるみたいなので、うん、参加してください、来てください。はい、それからですね、当日券ご入場の方、大会オリジナル記念キャップが300名様にね、毎日当たります毎日当たりますめっちゃおもろい毎日当たります見どころたくさんございますので、うん、ぜひ皆さん来てください。お待ちしてます。